はい、今回の動画では Photoshop で文字を変形させる方法を解説をします。で、Photoshop ではですね、入力した文字、テキストですね、これに変形を、加えることができますんで、今回の動画ではその手順について解説をしてみます。じゃあそれではまずですね、この左側のこのキーというところ、ここを長押ししてもらうと横書き文字ツール、縦書きとか出てきますんで、今回この横書き文字ツールを使って文字を入力をしていきます。で、写真の中をクリックをして、文字を入力をしますんで、文字は何でもいいんですけど、ちょっとフォトショップとか打ちましょうかね。はい、で、次にですね、この文字にですね、この色を変えたりだとか、あとこのフォントを変えたりだとかしたい場合は、この文字のところをドラッグで選択をしてもらって、右側のこの文字パネルですかね、こちらをクリックします。で、この A というところね、この文字パネルがこれもし出てない場合は、この上のウィンドウというところをクリックしてもらって、この文字というところを選択してもらえれば出てきます。はい、で、ここでフォントを変えることができますんで、本当は何でもいいんですけど、これのやつにしてみましょうかね。はい、で、あとね、ここの文字のサイズをここで変えたりだとか、いろいろここで調整ができます。で、もし色を変えたい場合はね、このカラーというところですね、こちらをクリックしてもらうと、このカラーピッカーが出てきますんで、ここで色ができますんで、ちょっと変えてみましょうかね。こんな感じの色に。はい。で、一応ちょっとこれでね、確定をしてしまいますんで、この上の丸というところですね、こちらをクリックします。はい、そうするとこれでね、文字の入力が確定されたので、あとはね、この、移動ツールですね、こちらをクリックしてもらうと、ここでこの文字を移動したりとかできますんで、このね、自分が入れたい位置にこの文字を持っていきます。こんな感じにしてみましょうかね。はい、で、ここからですね、この文字に変更を加えていきますんで、その場合ですね、もう一度この文字を選択しないといけませんので、その場合はですね、この右下のこのテキストレイヤーのところですね、この T というところ、ここをですね、ダブルクリックします。はい、そうするとこれもう一度ね、この文字が選択状態になりますんで、この状態でこの上のこのボタンですね、これ分かりますかね、 T というのと、あと下にこうなんか半円みたいなマークがあるボタン、こちらをクリックします。はい、そうするとこのワープテキストっていうウィンドウが開きますんで、この今スタイルってところはなしになってますけど、ここをクリックすると、ここでいろんな変形をすることができます。こう円弧とかですね、この下にこうやったりだとかっていうのができます。はい、あといろいろこの旗とか、本当にいろんなね、この変形がありますんで、この辺は自分がね、こうやりたい変形を選んでもらえればいいと思います。例えば円弧にしてですね、あとこの下のところでこのカーブっていうところでこう動かすと、ここでもいろいろ調整ができます。こんな感じにしてみたりとか、あとこの辺の歪みですねとかを、こういう感じでこんな感じにしてみたりとかっていうのができますんで、これ辺はもう自分ご自身でいろいろね、この動かして試してみてください。で、これが確定したら OK ボタンをクリックします。で、もう一度この上の右の丸のところで確定ですね。はい、あと移動ツールでちょっと動かして、こんな感じですかね。はい、こういった形でですね、今のワープのところですね、の機能を使うことによって、文字を本当に好きな形に変形させることができますんで、ぜひね、この変形の機能もですね、うまく使ってもらえるといいかなというふうに思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画の方を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。